始まりましたポケモントーナメント救急カップモンスターボール。レベル50以下のポケモンで展開されるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここでジルバースボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでピクリンの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。あー、鋭い当たり。さあ、これはよし、ヒット。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで波乗りだ。よし、当たった。あっと、ダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでアズマ王の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、効果は抜群だ。おっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さて、さあ、まずは激しく当たった。おっと、毒々攻撃、技がうまく決まりません。白熱したバトルが続いております。さあ、ここで大きなダメージ。おっと、ダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでクオリティの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここでサイコキです。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでニョロドの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで雷パンチ、効き目十分。おっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ。第3回戦です。ここで自陣攻撃。おおっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでピジョットの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあ、これは急所を捉えた。ここで猛烈な吹雪。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでベトベターの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃。弱点をついた。おっと、あっちが倒れてしまった。ここで試合終了。観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。バトルの姿勢に移って、おっと、しびれ子だ。おっと、麻痺してしまった。おー、鋭い当たり。両者とも大健闘です。さて、ここで回避率をアップです。ここで特殊能力をアップです。さあ、熱いバトルが展開されております。両者向き合って、まだまだステータスをアップします。ここでサイコキです。よし、ここでダウンです。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでベロリスナの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。指示が出揃って、おっと、超音波。あーっと、混乱した。激しい攻撃。おっと、急所攻め。あーっと、刺激で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゴーストの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、今度は、よし、当たった。おっと、麻痺して動けません。さあ、激しいバトルです。さあ、ここでいい感じの当たり。
これはどうだ。おーっと大ダメージ。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。ここで自陣攻撃。おーっと一発目から猛烈な当たり。あーっと速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでポリゴンの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。激しい攻撃、大きなダメージ。さあ、この場面で手が十分。両者とも大健闘です。これはどうだ。スイー一撃。あーっと力尽きたか。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでビリビリ玉の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった。おーっと大ダメージ。おーっと一発の攻撃でダウンだ。